ぬきちチャンネルです。こんばんは、じゃないや、こんにちは、たぬきちでございます。はい、ということで今日もゼルダの伝説ブレスオブザワールイールドザワールドとかやりそうですけど、ワイルドをやっていきたいと思います。ということでですね、前回までのお話なんですが、まあ、あの4つの祠、始まりの大地にあります4つの祠をクリアいたしまして、で実は謎のおじさん、ガチムチおじさんでフルシュ似合いそうな沖田館長にの館長にかどうか分かんないですけど、あのガチムチおじさんが実はハイラルの王様だの幽霊だったということで、でせっかくね、あのやっとですね、念願のパラセート、なんだっけ、パラシュートみたいなのをもらったっていうところまでやってきましたのでね、あれだよ、あれということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、なんかね、もらったはいいんですけど、よいしょ、ごめんなさいね、失礼いたします。もらったはいいんですけどね、使い方よく分かってなくて、ねえ、どうやって使うんだろうね。ちょっとカメラのセッティングをして、よしよしよし、オッケー。どうやって使うのかをね、忘れてしまったんですよ。冒険手帳、L。あれ？ないな。なんかで、空中で？空中、違うね。空中でなんとかって書いてあったんだけどね。あ、どうやんだろう。誰か教えて。あ、思い出した記録じゃない。どうしよう。なんだったっけ。なんかすごいジャンプしょぼいんだけど、どういうこと。なんか誰か教えて。ちょっと本当にわかんない。本当にわかんない。あ、使えた。よし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 。よかった。よし。で、あそこに見えます。あそこに見えますですね。これね。これ、あ、敵えちゃった。ここを目指して、この双子山高を目指していくっていうことなので、行っていきたいと思います。でもなんか見えるよね。これ、ロックオンするでしょ、とりあえず。あ、どうやってマップするんだっけ。ピンを打つ。A でピンを打つね。A でピンを打つ。はい。これをとりあえずマップしてみましょう。あとは、なんか見えるのないかな？見えるのなんかないかな？あとは、後で行こうって感じですかね。はい。あとは後で行こうって感じですかね。では、行きたいと思います。だから、クリアしたところか、あれ。あれ？違う。行きます。では、どうやって行くんだ？これ、ジャンプ！行ったー！よっしゃーい。いえーあ、ちょっと楽しいかも。何これ。いやふー、いいなー、これ欲しいなー。ここどこ。あ、まだ出てない、もしかして。まだ出てないのなんだ、さっきクリアしたところじゃん、まだ。なんだよ。ここクリアしてたところです。なんだよ。始まりの大地まだ抜け出してなかったじゃんかよ。危ない。なんだ。やめてくれ。ここからですね。ここから始まりの大地が終わるわけですね。では、行っていきたいと思います。やばい！飛んでるぜー！いいね。飛んでます。おー、来たー！ここで？ハイラル大地の見ました。あの、絶壁を、言葉が出てこない。絶壁を突破いたしました。やったー！ということで、ハイラルの大地です。始まりの大地から抜け出しました。よっしゃー。もう、私を止めるものは何もない。あれ、こっちでいいんだっけ？山を登るって言ってたよね。山登るって書いてあったから。あ、そうだ。そういえばなんか服別に寒くなくていいからこっちにしようかな。失礼いたしました。ね、そうだよね、別に寒くないもんね。よしよしよし。今寒いのかな、意外と。あ、寒そう。
いや、意外と寒いんです。登ると寒くなるね。うわ、いっぱいいる。あ、キモい、キモい、キモい。キモい、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 なんかキモい、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 キモい。気持ちが悪い。あ、ここか。ここを抜ければいい。え、なに？ダメージ食らってんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、キツネがいる。え、なに？よっしゃー、倒しちゃうぜ。えいやー。え、怖っ怖っ、再生しちゃうのね。ちょっと置いとこう、もうほっとこう。怖いよ、再生とか怖いよ、やめてほしい。早く朝にならないかな。夜怖いね、夜ね。なんかないですか、なんかないですか。はい、何もないです、残念。え、おお、出てきた、なんか出てきた。うわ、見つかった。コログの実、コログの実、また来てね。え、かわいいんだけど。またねー。飛びます。え、どこ行けばいいんだっけ。なんか、双子山、あ、あっちだ、あれだ。あっち行けばいいんだな。よし。イエーイ。やば、川がある。でか、広っ。広いな。いい、いい、いい、いい。よっしゃ、キースの目玉だ。キモ。何これ、これどこ。なんかあんま落ちたら良くないような気がするから、こっち行こうかな。槍強いね、槍強いな、扱いやすいし。なんかある。何あれ何あれ、なんかくるくる回ってる、くるくる。これ何、風車だ。なんで風車。ちょっと気になりますね、風車ね。何ですかね。よっと、ふっ、いいね、いいね、早い。よし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 。これ何ですかね、こう風車、気になる。何これ。下手下手。でっててて、おう、かわいいのが出た。うわー、見つかった。ちょっと匂いだ。またね。さて、あ、なんかいる。なんだこいつ。ヤギ。待てー、よっしゃー。なんだ、お、獣の肉ゲットです。さてね、特にさ、これさ、あ、まあまあ、あまりにもマップが広大だからさ、結構話し続けないと間が持たないよね。間が持たないよねとか言ったりして。あ、なんかある、なんかあるよ。なんかさ、あそこになんかある。塔がありますね、塔。あとなんか旗とかもあるけど、まあ、とりあえず行っちゃおう。塔がある。塔は行きたいよね、とりあえず。よいしょ。よいしょー。到着。いいな、欲しいな、これな。現実世界にも欲しいな。お、ふんどしくんがいますよ、ふんどし。気づいちゃった、ダメじゃん、気づいちゃったら。もう、間近に六尺ふんどしかどうかは前田でし、あ、六尺なのかどうかを、ああ、やばいやばい、やばいやばいよ、ちょっと待って。調べたかったのに。いて、痛い、やめて。え、なんかこいつ強くない？強いんですけど、なんか全然強い。
全然勝てない。なんだ。全然強い。嘘、マジか。そんなに強い。言って。あーうち。あ、なんか落とした。トゲトゲ棒と。お、あ、強っ。何この剣、強っ。全然攻撃力が桁違いなんですけど。いいね。いいね。やっぱ全然攻撃力が全然違うんですね。ありがとうございます。ということで。おー、全然攻撃力が違いました。ね、そうなっちゃったらもう、あ、なこれ。ボコバットということで、すごい。なんかちょっと強い。あ、持てない。嘘。持てないだと。どれこれもいい。まあ、いいか。これ使おうか。お、朝だー朝だよー朝だよー朝だよーおはようございます。お、朝日が綺麗だよ。朝日。え、なんかかっこよくない？かっこよくない？すごいいい景色なんですけど。マジか。かっこいいな。え、ちょっと待って。そういうことやめようよ。何が入ってたの？立て。これ、バイバイ捨てる。開く。戦、兵士の、なんちゃら。ちょっと待ってね。そしたらこれ装備するでしょ。で、これを装備するでしょ。いいねー。いいねー。いいんじゃないですか。はい。よし、行きましょう。さて。かっこいいなー。このなんか、この景色かっこいいなー。いいよ。あ、チューチュー。チューチューが僕な、何なのかは分かんないんですけど、何かに使えるんだよね、きっとね。何かには使えるんだと思うんですけれども、しかしなんかラですよ、はい。壊れそう。壊れそうなの？やだ。ハイラルバス。ふっ。さて、ここからスナイプタイムです。あー外した。お、兵士の指、こんなのがあるんじゃないか。とりあえずこいつがうざいから倒しといて。あ、間違っちゃった。さあ、あの、なんかないの？なんか武器ないの？武器。あ、なんかある。なんかこれ角と、ボブリンの角、何かとても貴重な、貴重だって。貴重、いいね。貴重な品だそうですよ。はい、はいはいはい。なんかどっからか撃ってきてるんだよね。いた。よっしゃあ。倒した？全員倒したんじゃない？はい、テレテレテレテテンってないの？テレテレテレテテンないの？テレテレテレテないみたい。悲しい。テレテレテレテテンないの？ショックだなぁ。ショックだなぁ。テレテレテレテテンないのかよ。あ、でもなんかあった。よし。これで許してやろう。許してやろうと言って、いらないわ。もう持ってたよ僕。ってことはなんか川を渡るなんかがあるのかな。あそこから渡れるよっていうことね。 OK。 でも僕用あるのこっちだしな。あの塔に用があるんだよね。そうこれ登れるんだね。あ、落ちちゃった。バッカー、バカ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 。あ、まだいっぱいいるのか。上にもいたね。なにこれ。
痛い。お、一撃だ。すごい。一撃だよ、なんか。もうね、あ、結構やばい。結構強、あは、待て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 。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。マジか、やられそうになってるぞ。え、料理とかないよ、料理。素材、料理。あった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 。やばい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 。やばい。なんかね、ボタンを間違えるんですよね。あ、痛い。やばい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 。え、もう壊れそうなんだけど。え、ちょっと待って、食べる。マジか、マジか、強いぞ。いた、え、あ、ちょっと待ってくれ。少し待ってくれ。装備をさせてくれ。やめてくれ。やめてくれ。よし。危ない。危なすぎるよ、これは。もう、マジか。こんなに強いとは思ってなかった。え、強くない？まあ、ライフを選ばなかった僕が悪いのかな。え、そういうこと？兵士の剣もう壊れた。早くない？壊れんの。よいしょ。よし。刺激。つまり弓ゲーなのね、これは。弓ゲーだね。弓ゲーとかわかんないけど、弓で倒せということですね。わかりました。はい、そういうこと、ね、勉強になりました。あ、獣肉取っとかないと。獣肉ね、これですよ。これを取っとかないと。あ、回復大事です。回復ね、回復は大事ですからね。もうないもん、回復。ピリ辛3回焼き食べなきゃ。よし、よっと、よいしょ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 。パナス B、 OK。 ほっ、早いけど体力がやばい。つかみメーターがやばい。頑張りメーターだっけ、何でしたっけ、名前忘れましたけど、頑張りメーターがやばい。OK、 回復してきます。登ります。結構めんどくさいね、登るのね。結構めんどくさいね、登るの。もうちょっとなんかエレベーターみたいにさ、あのな、シーカー族のあったじゃんね、エレベーター。なんかヒュイーって上がるやつ。あれないの。ちょっと めんどくさいよ、登るのは。だから誰も登らないのかもしれないですけど。来たー、調べる。オッケー。Google マップさん、行け。Google マップかな。シーカータワー起動します。あ、すごい。お、ワープできるようになりました。イエーイ。周辺情報すご、マップ更新機能があるんですね。ティリリリー、あ、違う、ならない。ティリリリーとならない。広いな、まだまだあるってことでしょ、これ。すごい、広いな。なんだ、新しい機能。シーカーセンサー。到達してない試練の方向に近づく反応しよう。おー、すごい。Y を押すことで。Y。OK。はい、ありがとうございます。あ、反応する方向へ歩いていくと試練の方向があります。あ、こっち、え、こっちにあるっていうことですね。試練の方向がこっちにあると。どこだ、試練の方向。なくね。
すごい反応してます。すごい反応してるけどどこか分かりません。反応してます、反応してます、反応してます。お、なんかある。なにこれ、なに、え、なにこれ、なにこれ。あ、なんかあのこれで壊せないかな。あ、壊せた、やった。岩塩バツしゃ あ、琥珀、イエーイ、いいね。なんかモンハンみたいだね、これだけやってると。懐かしいな、モンハンね。いい、よいしょ、いけ。あ、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 よし、琥珀ゲッチ。なくない？試練、試練、ほこら、あった、ありました。こんなところにあるんだね。え、反応しなくなった。どういうこと？もう着いたってことですかね。着いたらもう反応しないんだ。なるほど、勉強になりましたです、さあ開け5万。そうか、タワーも起動しないからエレベーターみたいな機能がないですね。起動させなきゃいけないからか。なるほどなるほど、勉強になります。肉モブモ森ブブリ、あ、森ブリなのね。ゴブリンじゃないのね、森ブリ。ゴブリンじゃないのあれ。え、わかんない、ちゃんと名前見てなかった。え、あ、ないの？あれはないの？なんかあの力くれないの？なんだ、力くれないのか。モリブリンだっけな。そう、ちゃんとね名前見てなかったからさ、なこれ、ボコブリンっていうのね。ボコブリンとモリブリンがいるのね。へー、なんか肝とかゲットしてたよね。あ、これだ、ボコブリン。あ、みんなボコブリンなの、ね、はい、 OK です。お、はい、で、どうなんの？コロンって言って、おお、なるほどね、動くというわけでございますね。分かっちゃいましたよ、オイラ、非常に分かっちゃいましたよ。はい、はい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 、なんかないのかな。何もないみたいですね。なんか渡れるから、なんか渡れるのかなと思ったんですけど、そういうわけではないみたいですね。お宝どこだ。お、これあれじゃない。おお、やった、来た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 、イエーイ。なんだっけこれ、なんかあったよね、ゲーム、こういうゲーム。え、そこかーい。なんだっけなー、なんだったっけなー。あ、東京フレンドパークじゃない、なんだっけ、東京フレンドパークでしたっけ。あのテレビのやつ、テレビのやつね、なんかこうあるやつ、あるやつ、なんかこうあるやつ。すごい適当な返しですけど、すいません。よし、進んでいきましょう。ね、お、これどうやん、あ、宝箱発見でございますね。これは何これ、イエーイ、よっしゃー、一発。あ、ちょ、そっちかーい、そっちかーい。おう、おう、オッケー。で、どうすんの？宝箱を取るには？宝箱を取るには、ジャンプしてもいけない。いけない。オッケー。そしたら、なんかこれを使えと。どうやって降りるのこれ。降りれないの？降りれるか。降りちゃダメなのこれ。降りれんの？え、待って。降りたら登れなさそうだよね。なんか登れなさそうだから、
これなんだっけ、これでマグネットキャッチにして、よし、掴んで、バイバーイってやってここに置くと、あ、届かない、届かない、まさかの届かない、打つ、よし、もっと優しく置かなきゃダメみたいでした、よし、あおー、びっくりびっくりびっくり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 、何がびっくり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 、よし、これで、あ、なにこれ、クライムバンダナ、古代の技術が用いられており、着用した者の体幹バランスを調整して壁を登る力を向上してくれる、すげえ、古代の技術すげえな、やばいな、おー、古代技術やべえな、打つ、え、届かない、え、届かない、あ、これこっちでいいんだけど、え、届かないとかあり、届か、え、届かないとかあり、え、届かないとかあり、え、これ、え、どうすればいいのこれ、え、どうしようもないとか、どう、え、あ、ここから飛べと、そういうことね、 OK、 ここから飛べるのね、てかむしろこれをさ持ってこれなかったの、あ、ダメなんだ、あ、ダメなんだ、なるほどね、こっから飛べるんじゃない、お、飛べた、よーし、危ねえ、危ない危ない危ない、裏とかに宝箱なあったりとかない、ない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 です、はい、ないです、あ、あぶね、バカ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 、欲張っちゃったからだよ、もう欲張っちゃダメだよ、え、死にそうになってるし、マジかマジか、え、でもさこれ確か回復してくれるはず、お願いします、お願いします、おーお、克服の歌詞4つでなんかいろいろゲットできるんですよね、あ、なんかこうポーズがこうなってる、ポーズはこう、いつもなんかこうと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 かだったんですけど、今日はこうだ、もうリンクが驚かない、克服の証をもらっても驚かない、なんか今まではあとかさ、うとかさ、おーとかなんかやってたんだけど、もう驚かなくなっちゃったありがとうございます、成仏してください、ありがとうございます、はい、あ、ライブもね回復してくれましたね、ありがとうございます、リザフォルスって誰、リザルフォスって誰はい、ということで、コラボゼノ、なんだこれ、ゼノブレ、コラボゼノブレードだって、なにそれ、ゼノブレード、まあ、全然わかんないからとりあえず行きましょう、ゼノブレードってさゲームですよね、ゲームだったと思うんですけど、わかんないんですが、はい、お、え、何、試練の祠を検知だって、え、もうあんの、もうこの近くにあるってことですか、え、どこ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 、え、どこ、ここじゃない、こっち、こっちにあるそうですね、祠が、なんかいたいた、よしよしよし、あ、ダメ、なんかこれはいろいろと使えそうだからこっち、強えな、いた、あ、痛い、なんか弾けるとか書いてあったんだけど、全然難しいんだけど、痛い、え、ちょ、あ、まあ、嘘、悪かった、まあ、はい、ごめんなさい、すいませんでした、はい、申し訳ございません、強、強、敵強くない、
で、ライフ3つって結構厳しいんだね。ライフ3つが厳しいのか。なるほど。あ、でも回復してたらよかった。よし、これだな。よし、なんだったっけな。とりあえずあのでっかいゴブリンを倒さないとね、あのゴブリンを倒さないことに始まらないから、これちっちゃくなって、バカ、よし、え、なんで気づくの、気づかないでよ。よっしゃ、このゴブリンを倒してしまう、え、そっか、まだ倒せないのね。あ、お、ま、バカ、ちょっとふんどし見えたからって、痛い、あ、え、やばいって、攻撃力高すぎでしょこいつ。あ、でもなんかもらった、危ない、そうそうそう、これはもう捨てます。いや、攻撃力が高い、攻撃力が高いよ。でもこれが危険なんだな。あ、まだいるし、よし、デデン、パラ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 、なんか食べるやつ、あんま持ってないのか。あ、でもなんか肉とか焼けないのかな、ここで。あ、でも料理できる。え、待って、あ、なんかついた、燃えてる、あ、燃えちゃった、ちょっと待って、なにこれ、ちょっと待って、料理したい、これと手荷物、あ、違う、どうすればいいんだ、魚と肉でしょ、とりあえず魚を手に持つ、これも手に持つ、あとなんかキノコとかいいんじゃない、キノコ、よ、これでさ、いけ、料理、てってーてれー、おー、いいね、三回焼き、素晴らしい。で、これを食べればいいんだね、料理、よし、これを食べます、オーケー。よし、これちょっといっぱい作っとこう。手に持つ。これなんかさ、手に持つでしょ？キノコと肉と魚、料理。作った、なるほどね、料理。これと手に持つ。これとこれ。よし。料理、よしもうこれで、もうこれでだいぶ死ななくなってありがとうございます、ということでいきましょう。はい、いやー、危なかった、もうね、危険でしたね。あ、やっぱこういう、なんだ、これ燃えるやつとかを使うとうまく倒せるのかもしれませんね。なんかさ、上にあんのか、ブーメラン、え、何？嘘？ブーメランで、どうやって使うのこれ、ブーメラン、ブーメランなんかちょっと持っときたいから、これは捨てて、で、開く、はい、もらいの装備はこれにしの、上かな、上でもいけないよね、上いけないからいいや。あ、でもこっちって言ってるね。こっちにまたあんのかな、試練のなんちゃらみたいなのある。あった、多いな、祠じゃなくて試練のなんちゃら多いな。どうすればいいのこれ。ありのままの、ありのままよっしゃあ、開けごま、ピロポロポロポロ、いや、これで何、6個目、
今4つクリアして1個クリアしたから 6個目ですね。6個目いいぞいいぞ。なんかさ、予想以上に弾くのが難しかったんだけど、弾くやってたら死んだもんね。お、なんだこれは、どうだこれは、ピラパラテレテテ、おーいいね。はゆだまさんこんばんは、よろしくお願いいたします。はゆだまさんこんばんはです。導きは水より現れる、よくわかんないですけど、とりあえずやってみましょう。ありのままの、これどうすればいいの、落ちてこない、落ちてこない、落ちはしない、すげえな、どうなってんだこれ、落ちはしないのね。へえ。あ、宝箱がある。ちょっとさ、そういう、そういうの見逃さないよ。すげえ。どうやって捕まってんのか分かんないけど、すげえ。ね、どう捕まってんのか分かんないけど、すげえ。50ルピー !50 ルピー、ルピーあんのね、知らなかった。トゥルルイっていうことで、まあ嬉しい。嬉しいけど、ルピー、嬉しいけど、まだ何に使うか分かんない。なんだこれは。これはなんだ、ここにボールを落とせってことでしょ、ボールを落とせってことでやんですよね。あ、来た。なるほど。なるほど。落ちる。だからここで止める、みたいな感じかな。あー、行っちゃった。まあいいや。で、このまま、あ、じゃあここに作ってみる、こういうこと、カツンカツンコツンオーエイ、あ、落ちる、そこも落ちる、あ、止まる、止まるとかあり、もうちょっと上に作るか、お、いいんじゃない、あ、ダメか。ちょっと待って。そしたら、ここら辺に作っとこうかな。OK。はい、止まる。いいね。あー。ここら辺どう、いいんじゃない、止まらないで。止まる。どうして止まる、なんなの、なんで止まるんだろうね。さっきまでうまくいってたじゃん。毎回、スピードが違うとか。マジか、止まらないでよ。どうして止まるんだ。さっきうまくいってたんじゃね、さっきうまくいってたじゃね、あ、そうだよ、そういけばいい、あ、なるほど、ここに作ればいいんじゃない、ここにね、ここに作ったらさ、ねえ、ほら、こうカツってなって、そのまま、そうだよ。そう、いいね。いい子だね。上に宝箱はないね、残念ながら。ないのかな。なんか上に上がれそうですけどね。上に宝箱とかないのかな。行ってみる？行かなくていいか。でもなんかありそうじゃない？ないか。ちなみにこっちに宝箱ないか。宝箱探し大事だよね。でも宝箱探し大事だと思う。なんかさっきもいいのくれたしさ、なんかないのか、ないか、ないか、さっきのこれだけかな。宝箱欲しいな、宝箱、これなんかさ、頑張ればいけそうじゃん、上に。行ってみようぜ。ありのままの、何もないと思うけど、ありのまま、ありのままの、いや、まだこれが効いてるから大丈夫でしょ。で、次作ると危ないから、こっちを壊しとけばいいのか。壊してで、これをここら辺に作ります。ありのまま、ありの
アリの いけ、作ってくれ。アリのアリよし、あー、なるほど、こうやればいいのね。いいね、いけましたよ。第一次関門突破じゃないですか。あ、もうちょっとで上まで行きますね。頑張りましょう。作ります。上に行って何かがあるかは知らないけどね。あ、マジで、待って、ちょっと待って。よし、あ、でもなんかいい感じじゃない。お、掴めた、いいね。はっ、よし、お、いやー、来ましたよ、上。ついに上まで来ました。上に何かあるのかな。なんかきっとあってほしいんだけどな。なんかないかな。いけない、嘘、いけない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 よ。でもこっからジャンプしてどっか行くとかない？そういうのない？そういうの、なんかそういうのない。あっち行けんじゃない？ほら、行けそうじゃない？あ、行けないのね。あ、行けない、残念、惜しい、残念。あーあー、行けない。はい、ダメでした。はい、ごめんなさい、すいません。パリーン、チリリリーン。うん、越中ふんどしみたいなのしてるよ、これ。なんでもふんどしに例えてるけど、越中ふんどしっぽい。いいねー、なんでもふんどしに見えてきたぞ。いいぞ。てってれれれー、ありがとうございます。はい、ということで、なんだこれ、4つ集めると強くなれるんだよね。お、なんかいる。人がいる。あれ？しかもなんかトゲがなくなってる。和むわーって、すごい、大厄災の名残を。この世界が終わったとは思えないよね。でもまだまだ魔物は残ってるし、ハラル城の集まりは物騒だし、あなたも旅を続けるなら薬ぐらい持ってくる。薬？薬は昆虫や魔物の素材から作れるんだよ。体力とかは回復しないけど。え、そう、何それ、体力とか回復しない。特殊な効果があるものが多いかな。はい、それにしても薬も知らない、良き旅なんてして、あなたの旅、私の薬分けてあげる。やった、ゴーゴー薬。運動神経が良くなる薬、走って登って泳いで全ての行動が速くなる。嬉しい、すげえ。へー、レプシのゴーゴートカゲと魔物の素材だけでできるから、いつも10個はストックしてる。すごいね、10個もストックしてる。ちょ、10個は多すぎない？お、道案内をお任せよ。いい場所です。こう見えてもこの大厄災のせい、昔は崩壊寸前だったらしいですもん。でもここは双子山の面積便を受けてるからか、今ではすっかり元通りです。ヤッホー、野生のまま戻ってきましたし、おかげでやっと家計戻ってきました。そこでお客さん、これからどちらへ。ここからかかりこ村か、はい、最果ての村、果ての村が、果ての村、野生の馬って、あれ、お客さん、ここに来る途中で馬に出会いませんでしたが、昔ではないほどそこら中にいるんですけれどね。野山にいる馬は野生の馬で、まだ飼い主、飼う馬なんです。野生の馬を捕まえたら、兄のタッサレに言えばお客さんの馬として登録してもらいます。へえ、すげえ。かかりこ村、シー家族って連中が、あ、ここ行かなきゃいけないよね。何でも昔、魔法みたいなカラオケをいっぱい作れるようでしたが、それゆえに当時の王から疎まれ、皆さんはチリチリになったとか。この馬宿を出て道沿いにまっすぐ北に進めば大きな橋があります。それを、なるほど、かかりこの門が見える。この辺りの道は、果ての村って、果ての村は入られるの端っこに村でしたね。
大学生の被害も少なかった。みんなです、うん、研究所なんかもあるそうです。変な学者がいてみんな寄りつかないとか、ここから北へ進むと分かれ道がありますので、そこを東に行ってあとは道沿いに行くだけです。歩くとなるとちょっと遠いですが、馬があれば1日程度着くと思いますよ。この辺りの道であります。はい、ありがとうございました。大学祭の影響は色濃く残っています。特に夜は魔物が多いから気をつけてください。ありがとうございます。ということで、じゃあちょっとね、時間を潰させていただきましょうかね。あ、なんか置いてある、リングゲーチ、薪もゲーチ、松明はいらない、暇を潰す朝まで。なんか勇者あるあるだよね、物を勝手に盗むみたいな、で怒られないみたいな。行きます、レッツゴー。なんだ、びっくりになってる。野生の馬手なずけ選手権の2位の私がいる、すごいな。おや、何ですかその引いた感じは。引いた感じ、まあ、引いたけどね、いいでしょう。お、疑うのであればこの野生の馬2位のフッサルの記録に挑戦してみますか。もちろん。お、どんな馬でも構いません。2分いない。え、どうやんの。どうやんの、馬手なずけるって。どうやんのどうやんの。あ、逃げちゃった。よっしゃ、あ、痛い。ちょっと待ってよ、ちょっと待てよ。あ、ダメみたい。え、ダメみたい。ちょっと、え、どうすんの。マジでどうすんの。一匹をずっとなんかやってればいいのかな、追いかけてればいいのこれ。うわー、待て。待て、追い詰めてやる、追い詰めてやる。よっしゃ、ダメじゃない、全然ダメだよ。どうして、ちょっとやり方が間違ってるような気がします。はい、もうちょっと教えてもらおう。そうなの、もう時間がありません。あー、7、6、5、4、3、2、1、ダメでした。どうすんのこれ、ちょっと勉強が必要ですね。これは勉強が必要だと思います。勉強が必要です。おや、こちらのご利用は初めてですね。はい、そうです。教えて。おお、ここであなたの所有する馬を預かって連れ出すことができます。野生馬を見かけたと思います。おお、なるほどね。登録すれば自分の馬にすることができます。最大5頭まで、すごい。聞きたい、捕まえたい。それでは僭越ながら説明させて。なんか礼儀正しいね。野生馬を捕まえるには背後からゆっくり気づかれないように近づいて飛び乗るだけです。中に暴れ馬で暴れたらすかさずなだめてください。そのうちおとなしくなったら。なるほどね、なるほど。勝手に方向を変えたりスピードを落としたりと結構気を使いますよ。違う方向に進み出したらこっちだと優しくなだめてください。そうやって馬と協力してくることで自然と懐いてくるから。なるほど、なるほどね。ありがとうございます。馬を捕まえたい。あ、まあさっきのやつか。背後からゆっくり、 なるほどね。はい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 、オッケー、ありがとうございます。
泊まりもできるんだね。さよなら。よっしゃ、もう大丈夫です。勝負します。勝負いたします。ゆっくりね、ゆっくり近づいてって、ゆっくり近づいていって、背後からゆっくり近づいていって、落ち着いて、落ち着くよ、落ち着いて乗ればいいんですからね。はい、でなだめればいいって言ってたよね。落ち着いて、落ち着いて、ゆっくり、お、お、こんなもん、あ、もう OK なんじゃない？すごい、もう乗れたよ。あ、すごい。おー、やったー、お見事。あ、50ルーピー、やったー。じゃあ所有馬にしよう、とりあえず離す、離せない。どうやって離すの、これ。よし、離せた。登録したいです。登録です。はい、かしこまりました。はい、あ、登録料20ルピー、ありゃ。やっぱりエポナじゃない、ああいう、わかんない。じゃあタヌキチでいいかな、タヌキでいいかな。馬だけどタヌキね。馬だけどタヌキ、タヌカキ、馬だけどタヌキ、オッケー。タヌキ1号です。連れてく、ありがとうございます。そういえば離れたところに所有馬呼びとけ、口笛で、口笛、あ、なるほどね、なるほど、ありがとうございます。ではレッツゴー。すごい、かわいい、嫌がってる。おお、走った。なんかかわいいね、馬いいね、馬システムいいね。馬システムいいな、なんかちょっと楽しいな、これ全然早いね、こっちの方が。超楽しい、いいな、馬乗ってみたいな、ね、実際に馬乗ってみたいなと思いますけどね。どんな感じなんだろう、馬さんになるの。なんかどうしたの、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 どうしたタヌキ、どうしたタヌキ、どうしたタヌキ。いやいやしてますね。どうしたタヌキ、頑張ってくれ。うぅ、速くなった、すごい、なんか飛び越えようとした。いいね、いいね、楽しいね、馬はいい、なんかすげえ、ステージが広いな、しかし、しかしステージが広い。なんかいる、なんかいる、なんだこの、なんだこれは、なんだこいつは、なんだこいつは。キューンってなんだよ、キューン、キューンじゃねえよ、キューンじゃねえよ。なんかトトロのお化けみたいな見えるよ。
ウーハウファイアとキュンキュン、100年ぶりにボクちんが見える、ちょっと登場、100年ぶり、やば。ボクちんはボックリン、でかいよ、ボクちんっていうぐらいじゃないよ、なんかもう、みんな困ってたの。あ、何？僕が見えないから。僕、マラカスが、マラカスがあそこの魔物たちに、おお、なるほどね。岩に向かず、岩の向こうに言わずあいつらなんだけど、ということで。マラカス、オーケー。あれがないと力が使えないんだ。だからお願い、お願い、ボクチンのマラカス、やつらから取ってきてちょうだい、ということで。オーケー、大事なマラカス、マラカスゲットします。はい。そんなに？そんなにマラカス大事だ。あの、強いやつじゃん。強いやつじゃん。いって、なに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 、強くない？いや、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。ちょっとちょっと待って、あ、いた、やばいやばいやばい、これ強いやつ、強いやつ、あ、強いやつ、よし、倒した。イエーイ。よーし。てれてれてれてて。強いんだよ、ああいうやつら。あ、でもこの、なんだろう、このさ、戦士、兵士の剣を持ってるやつのゴブリンが強いんだな、きっと。HP すっごい減ったもんね。一回攻撃くれたら2ぐらい減ってたから。で、ただコンボとかのやつらはそんな強くないんだな、あいつらも。体力があるだけで。きっとね。あ、来た。2歳の頃って今何歳なの？だって100年ぶりって言ってたよね。100年ぶりってことも102歳以上ってことだね。絶対ね。絶対102歳以上ってことか。やばいな、あのボク。結構やばいな。102歳でボクチンって言ってるのやばいな。よいしょ。102歳でボクチン言ってると結構やばいよ、ね、結構やばいよ。マラカスかわいいな。マラカスてんてんてんってなってかわいい。キャーン、それはボクチンの、うわ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 、超来ちょ、何なんだよ、100歳なのになんかもう言葉遣いが赤ちゃんだから。うるしい、キャーンっていうこと。あ、でも聞いて、何、ボクチンのマラカス中に入ったら、コログの実がなくなってきて、いつもの音が出ないな、キュー。一つでもあれば、歌って踊って、いつも力でお礼ができるんだけどな。ボクチンのポーチ大きく、お！ポーチ欲しいよ、ポーチン。ポーチ、ええ。なるほどね。ちょっと臭いって書いてあったよ。ちょっと臭いって書いてあったけど、その、お、お願いします。お願いします。ぜひぜひお願いします。キュー、いいね、いいね。いや、武器ポーチでしょ。武器ポーチでしょ。だって足りないもん。いやはあ、一つなのね。なんかさ、なんかいっぱいいっぱいじゃない。一個か、まあまあ、一個でも嬉しいよ。一個でも、はい、嬉しいです。ごめんなさい。欲張りました。大きくなったー、武器ポーチということで。はい、持ってます。武器ポーチお願いします。ぜひ。え？ちょっと、2個お願いだって。何？いやはぁ！うじゃぁ！あ、2個渡したけど1個しか大きくならないのね。たったたったったらららんって知ってんのな、この音楽ね、こいつはな。まあ、102歳以上。大きくなった。あ、もうこんな時間、早く帰らないとおじいちゃんに怒られちゃう。キュン。え、もう帰んの？まだ足りないから見つけたら、コオログの森まで持ってきてってことで。オッケー。じゃあ、またに。あ、チャレンジ成功なのね。え、オッケーなんだ、これで。まあ、いいでしょう。でも、二つ大きくなったら嬉しいですよね。おばちゃん、レッツゴー。あ、ごめんなさい、すいません。いいね、馬があるだけで全然なんか、ああ馬がね本当にいるだけで全然なんか、散策スピードっていうのは
なんか全然あのいいね、早いね。音楽もいい感じです。わあ嬉しいな、なんか楽しいな。なんか怪しいの見っけ。なんだこれは。あーごめん。これなんか絶対怪しいでしょ。これだ絶対これ。アリノじゃなくてマグネなんちゃらだよ。マグネなんちゃら。はい。はい。てててて。来た。この。うわ見つかった。やったー。ありがとうございます。またねー。またねー。よし。ゴー。カエル。そっちじゃないけどね。どう行けばいいんだ。よし、こっちだよ。行ってくれ。お馬ちゃん行ってくれ。タヌキだよ。お馬ちゃんじゃないや。タヌキ行ってくれ。タヌキ行くんだ。お、ここら辺にあるみたいです。どこだ。どこだ。なんか反応しなくなっちゃったね。あでも反応してるか。こっちでいいんだね。こっちでいいみたい。よし。はい。なんでしょう。どこかにある。いいね。なんかこういう旅とかもね、してみたいよね。なんかこうなんかなんだろう、よくわかんないけど、こういう旅、こういう旅。あ、嫌がってる。じゃあこれ待ってるんだ。お、村人、足でくじいてしまった。よっこらセット。はい、おばあちゃん、いやいや、お恥ずかしいところを見られてしまいましたね。バナナ旅のお方、そのお越しにつきはどちらで。実は説明しちゃったよ。大丈夫、信用できるの、リンク。大丈夫、喋るのね。さようでございました。シーカーストーン選ばれし者の証、知ってんのね。あ、でも知ってる人少ないよね。すごい。さあまずはインパ様のもとへ。どこにいるの。はい、あっち。インパ様のお屋敷は。なるほどね。それにしてもあなた様にお会いできないって長生きしてみるもんですね、ということでよろしくお願いいたします。長生きって何歳なんだろうね。なんか光ってる。ちょっと行きたいな。なんか光ってるよ。あ、やった。てってれー。旅人の剣をゲットしました。そう、さっきからね、祠の気配がしてるんですけど、どこにあるんだろう。ピロンピロンってなってるけどさ、どこにね、あるんですかね。祠は、どこだ。こっちみたい。あった、祠ありました。祠インパ様のところに行かないでもう祠に直行って。まずは祠だい。オープンザプレイス、プライス、オープンザプライス。1中100千万。この多分ね、このシーカーストーンは多分ねすっごい高いと思うよね。きっとお宝鑑定団に出したらシーカーストーンはすごい高い気がする。やばい。ということで、まあこれ終わったら終わりたいと思うんですけれども、もう1時間経っちゃったね。あっという間ですね。ねえ。やばいやばいやばい。まあここでセーブしようかな。ちょっと1時間経っちゃったので、ここでセーブして終わりたいと思います。タロニヒさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。試験よろしくお願いいたしたいと思います。赤点取らないように気をつけます。はい、ということで本日もですね、見ていただいてありがとうございました。まあ今回ね、馬もゲットしたし、あとなんだ、ね、初めて始まりの大地を突破したということで、あとなんだっけ、こう、なんかこう、踊るやつをも会えたのでね、嬉しかったです。ではまた次回会いましょう。それでは、たぬきちチャンネルでした。またねー。